ミラン・メリンドは、フィリピンのプロボクサー。カガヤンデオロ出身。元 IBF 世界、ライトフライ級王者。2005年9月17日、マンダウエで、デビュー戦を行い、4回判定勝ちを収めた。2007年10月6日、WBO 世界ミニマム級10位のヌアパ役、サックリリーンと WBO アジア、太平洋ミニマム級王座決定戦を行い、 4回2分58秒 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年12月2日、ジャック・アミサと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBO アジア、太平洋王座の初防衛に成功した。2008年7月26日、セブ市にあるセブコロシアムでカルロスメロと WBA、 インターコンチネンタルライトフライ級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年10月30日、ジュマフンデーと対戦し、3回1分20秒、TKO 勝ちを収め WBO アジア、太平洋王座の2度目の防衛に成功した。2009年3月14日、ウォーターフロントセブシティホテルカジノで、 元 IBF 世界ミニマム級王者、ムハンマド・ラクマンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2009年10月3日、WBO 世界ミニマム級6位のホセグア・ダルーペ・マルティネスと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2010年1月14日、アンソニー・ビアレアルと WBC、インターコンチネンタル・フライ級ユース王座決定戦を行い、 初回にダウンを奪うと、最後までペースを失わず3から0の判定勝ちで、王座獲得に成功した。2010年4月23日、ドバイのザロジナイ、チガーデンで、コムリット 3K バッテリーと対戦し、4回、TKO 勝ちを収め WBC、インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した。2010年11月27日、元 IBF 世界。 ライトフライ級王者、カルロス・タマラと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2011年9月10日、ウォーターフロントセブシティホテルカジノで、フランシスコ・ロサスと WBO、インターコンチネンタルフライ級王座決定戦を行い、ロサスの10回終了時期券により王座獲得に成功した。2012年1月28日、 ウォーターフロントセブシティホテルカジノで、フワンエスクエルと対戦し、7回2分16秒、TKO 価値を収め WBO、インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した。2012年6月2日、パサイのリゾーツワールドホテルで、元 WBO 世界、ライトフライ級王者、ヘス・スゲレスと WBO、インターナショナルフライ級王座決定戦を行った。 前日計量で、ゲレスが、規定体重に落とせず失格になったため、ゲレスが勝てば、空位、メリンドが勝てば、王座獲得の変則ルールで試合は、通常通り行われ、初回にサンドダウンを奪い、初回2分21秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2012年9月22日、ウォーターフロントセブシティホテルカジノで、 元 WBA 世界フライ級暫定王者ジャンピーロ、ペレスと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2013年4月6日、マカオにあるザベネチアン、マカオうち、個体アリーナで、数指名の前座で、WBO 世界ライトフライ級2位で、WBO アジア太平洋ライトフライ級王者のトミー・セランとフライ級契約で、対戦。 初回にダウンを奪って、メリンドが先手を打つと、2回にダウンを追加、4回に、右フックで痛烈なダウンを奪うとそのまま主審が、試合終了を宣告したため、4回2分38秒、TKO 勝ちを収めメリンドは、WBO 世界フライ級1位の座を死守し、指名挑戦権を獲得した。2013年7月27日、ザベネチアン、マカオウちコタイアリーナで、 WBA、WBO 世界フライ級スーパー王者ファン、フランシスコ・エストラーダと対戦し、プロ初黒星となる12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年11月30日、ケソンの荒ネタコロシアムで、元 WBA 世界、ライトフライ級暫定王者、ホセ・アルフレド・ロドリゲスと WBO、インターナショナルフライ級王座決定戦を行い、 12回3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。2014年11月15日、IBF 世界ライトフライ級6位のサウルフアレスと IBF 世界ライトフライ級挑戦者決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収めハビエル・メンド王座への挑戦権を獲得した。2015年5月30日、 バハカリフォルニア州エンセナーダのカンポヌェバエンセナーダで、IBF 世界ライトフライ級王者、ハビエル・メンドーサと対戦し、6回2分39秒、0から3の負傷判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2016年11月26日、セブ市のセブコロシアムで八重菓東の負傷離脱に、伴い、IBF 世界ライトフライ級3位のファーラン・サックリン、ジュニアと、 IBF 世界ライトフライ級暫定王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2016年12月2日、同月30日に正規王者の八重樫アズマと王座統一戦を行う予定だったが、メリンドが花を負傷し試合出場を辞退した。2017年5月21日、正規王者の八重樫アズマと、 王座統一戦を行い、初回2分45秒 TKO 勝ちを収め、正規王座獲得に成功した。2017年9月16日、ウォーターフロントセブシティホテルカジノで、元 WBA 世界ミニマム級、スーパー王者で、IBF 世界ライトフライ級6位で、イボ世界ライトフライ級王者のヘッキーブドラーと対戦し、12回2から1の、 判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2017年10月19日、IBF がメリンドとブドラーに再戦を指令した。ブドラー陣営は12ラウンドのブドラーのノックダウン裁定は間違い、12ラウンド開始直後のドクターチェック中にセコンドがメリンドの傷口にアドレナリンを塗って止血処置をしたのはルール違反117から110で、 メリンドの勝ちと採点したジャッジは極端すぎると IBF に抗議していた。2017年12月31日、大田区総合体育館で WBA 世界ライトフライ級王者の田口、良一と王座統一戦を行い、12回0から3の判定負けを喫し王座統一に失敗、IBF 王座の3度目の防衛に失敗し王座を田口に明け渡すとともに、 WBA 王座の獲得に失敗した。2018年10月7日、横浜アリーナで WBC 世界ライトフライ級王者兼四郎と対戦し、IBF に続く王座大会を目指したが、7回 TKO 負けを喫した。2019年10月5日、後楽園ホールで元日本フライ級王者の中谷純人と対戦し、6回2分2秒。 TKO 負けを喫した。2020年8月18日、所属するフィリピンの名門ボクシングプロモーション、ALA ジムが35年間続いていたプロモーションの閉鎖を決め、所属選手をすべて契約解除とすることを発表、閉鎖の理由としてコロナ禍であることに加え、テレビ契約を交わしていたテレビ局の ABS、CBN が放送停止に追い込まれたためとしている。 ありがとうございます。